おはざーす。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、私の知人がイベントバーでオフラインのイベントを開こうとしたら、なんだかんだ揉めて10万円請求された件についてね、本当にあった怖い話みたいに、私聞いた時びっくりしちゃったんですけど、話していきたいなと思います。こういうことっていうのは、なんて言うんでしょうね。まあ、今2月ですけど、冬じゃなくて、夏のね、暑い時期に夜やる百物語みたいな、肝試しみたいな、そういう感じに話すのがいいネタかもしれないんですけど、まあちょっとね、緊急で動画撮ることになったんで、ちょっと寒い中なんではあるんですけども、最後までお聞きくださると幸いです。はい。じゃあまずやっていきましょう。で、まずこのイベントバーっていうこの概念をね、分かってもらわないと話伝わりにくいと思うんで、それ最初に説明しておきます。イベントバーで10万円請求されたって、そのヒカルさんとかなんかわかんないけど、YouTuber の人がやってる、なんかぼったくりバーみたいな、これこれさんとかね、ぼったくりバーみたいな、そういう感じなのって思うかもしれないんですけど、まあ、厳密には違って、そのぼったくりかぼったくりじゃないかっていう以前に、普通のバーとイベントバーって大きく違うんですね。そのバーは、なんでしょう、お酒を飲むっていうのがまあ目的にあって、で、あとはその場の提供ですよね。そこの場で人を話すみたいな感じなんですけど、イベントバーっていうのは、まあなんかそのインフルエンサーみたいな、ネット活動配信者とかの方が、まあ、オフ会を開こうってなった時に、まあなんかカラオケとかなんかファミレスとかわかんないですけど、なんか、そういう場所でやってもいいんですけど、まあ、ちょっと人数がすごい集まっちゃったりとか、まああとなんかその食事どう用意しようかとか、まあ、いろいろめんどくさいじゃないですか。そういうのもあるから、そういうオフ会というかオフラインイベントを開くための場所だったり、食べ物、飲み物、お酒しかり、そういうのを提供しますよっていう、そういうことをやってるのが、まあ、イベントバーなんですね。で、そのイベントバーでイベントを開く人のことをイベンターとか言うんですけど、それは後で後々話しますね。で、まあ、この段階でまずイベントバーについて分かってもらいました。で、次は登場人物ですね。今回のまあ事件登場人物。私はね、まあ、あくまでも別に営業妨害したいわけではないので、具体名、個別名は出しません。ただまあ、わかる人にはわかるのかなっていう感じで。登場人物は3人だけですね。A っていう人、B っていう人、まあ、C っていう人。まあ、それぞれどんな人かって。まあ、今から話していくんですけど、まず A っていう、これ全員私の知人ではあるんですけど、A さんは、先日、自費出版で本をね、出版されたんですね。おめでとうございますって感じなんですけど、まあ、それもあって、それを知ったね、B さんが、まあ、A さんと B さんも当然知人同士なので、せっかくだから、バーでイベントやんない？一日店長オフ会開かない？っていうふうに言ったんですね。で、それで A は、あ、いいわ、いいね、やってみたいよっていうふうに。まあ、そしたら、まあ、当然なんですけど、B は C と、まあ、つながりがある。C っていうのは、まあ、あんま詳しくは言わないですけど、まあ、もともとね、まあ、そういうそのオフ会とかそういうのに、まあ、関わるような界隈にいらっしゃった方で、で、現在は、バーのね、とあるバーの責任者をやられてる、そういう立場のある方なんですけど、まあ、その方とね、まあ、1年とか、そんぐらいのつながり、付き合いがあったので、B は、まあ、B は頼んだわけですね。C に、ちょっとイベントやりたいんだけど。そしたらね、すごいトラブルが発生したっていうのが今回の話なんですけど、まあ、具体的にはね、まあ、どういうトラブルがあったかっていうと、まずイベントを、まあ、開きたいっていうことを言ったら、そのイベントに関する詳細の内容マニュアル、まあ、これ後で見せるんですけど、これと、あとまあいつやるんだみたいな、まあ、そういう話。で、あともう一個、フライヤーを作ってほしいって言われたんですね。フライヤーっていうのは、なんかその、僕もね、このこと初めて聞いたときは、なんかそのフライドポテトとか揚げるマシンのことなのかなとか 思っちゃったんですけど、そういうことじゃなくて、まあそれもフライヤーなんですけど、そうじゃなくて、なんか販売促進用のビラとかポスターのことをフライヤーって言うんですけど、まあ、この、なんていうんでしょう、まあ、ポスターとか画像だと思ってもらえばいいですね。そのフライヤー。フライヤーを作ってほしい。フライヤーを用意しないと、まあ、宣伝時とかに、まあ不便だから、フライヤー作ってくれっていうふうに、それがないとイベント始まらないじゃないですけど、それを、まあ、C さんに言われたわけですね。まあ、そしたら、まあいろいろ作って、まあ、A が作ったフライヤーを、まあ、B 経由で C に渡したんですね。そしたら、いやなんかダメだと。
なんかそこのフライヤーには、こう有名な、まあ、その、界隈ではね、結構有名な方の顔が載ってたんですね。それを勝手に載せるのは、これはまずいっていうふうに、まあ、C は言って、だからダメだみたいなことを最初言ったんですね。まあ、この時点で、まあ、正直僕だったら、いや、これまずいですよ。これ載せちゃうのはまずいです。なので、ぼかしておきますとか、ここ黒塗りにしておき、編集しておきます。これで載せてもいいですかっていうふうに私だったら言います。それをなんで C さんがそういう選択をしなかったかっていうのが僕はマジで謎なんですけど、まあ、責任者って言いながら、まあちょっと責任を取りたがらないみたいなムーブがね、ここら辺から見え隠れしてきます。それでまあ別のを用意してほしいって言われましたね。まあ、A は困りましたね。それで行こうと思ったのに、どうすんだよみたいな。その、しかも、ダメだよって言われて、その、なんでしょう。代案、例えばこうしたら、具体的にここの部分がダメだからこれをこうしてくれみたいな。これをこういう風な画像だったらいいから、これを編集して再提出してほしいっていうわけじゃなくて、もうとにかくこれ載ってる、だからダメみたいな。そういう言い方だったみたいですね。で、それ仕方ないので、まあその界隈の関係者の、まあ B の彼女、B のガールフレンドの写真を使ってフライヤーを作ろうっていう風にしたんですけど、そしたらなんかその見た目がどうでダメみたいな。ちょっとあんま詳しくわかんないんですけど、なんかよくわかんない理由。その筋が通ってない理由で、まあダメですみたいなこと言われて、まあまた別の、界隈に別の女性の方がいるんです。その方は結構40歳超えてるんですけど、そしたらなんかそのおばさんだからダメみたいな、おばさんだからダメみたいな。それどうなのって感じしますけど、そういうね、断られ方をして、で、どうすんのどうすんのどうすんのみたいな風になって、なってたのに、でもうなんか流れんのかなみたいな、このイベント流れんのかなみたいになったらしいんですよ。で、そのなんでそうなのかっていうと、そもそもね、イベントがね、こうめちゃくちゃ、このマニュアル、ちょっとまあ映せる範囲だけ載せるんですけど、まあこの辺はどうでもいいんですけど、イベンター報酬ってところがあって、これがめちゃくちゃ重要で、売上が10万円いかないと、売上7割はバーに抜かれちゃうんですね。10万円以上だって20万円以下なら6割抜かれる。で、それ以上、20万円以上稼げたら、やっと半分みたいな。そういう結構、僕は相場はわからないんですけど、そんな取られるのみたいなぐらい、まあ、売り上げ取られちゃう。で、まあ、正直これ見せられて、日付どうすんのって言われたら、ちょっと、やる気なくなるじゃないですか、正直。あんまりやりたくないな、みたいな。その状態なのにもかかわらず、なんかフライヤー出せ。で、しかもそのフライヤーを提出したら、いや、これはダメだ、みたいな。で、なんか別のフライヤーも提出しても、それもダメだ。あれもダメだ、みたいなことをずっと言われ続けて、で、どうすんのどうすんのみたいな感じになって、でそれでこういったね、まあ、LINE のやり取り、まあ、今見ていただければ分かるんですけど、これ編集したんですけど、これは B さんですね。 B さん側がもうフライヤー適当に変えていいのでなんとかお願いするって言ったら、まあ、この時点でちょっと日本語通じてないですね。そしたら、まあ、これ書いてない、これ C さんですね。 C さんが B 君がイベント開催主催するのって言ったから、ああもうしょうがないから、じゃあ、まあ、分かったそれでいいよと。じゃあ B さんがじゃあ私がイベントをやるんでいいですよって言って、そしたら今度 B が1日転職場でいいかなって、分かった。OK、分かりました。じゃあ画像もね、この画像ってフライヤーね。もうこの時点でだいぶもう B は譲歩してますよ。B、怒り浸透ですね。そもそもA のイベントなので、まあ、B が、まあ、そこまでね、まあ、責任を、まあ、取る義理はないっていうことも、まあね、さすがに主催、イベントやったらいいんじゃないって言ったのは B とはいえね、本人のイベントじゃないので、そこまで義理はないのに、まあ、こんだけ言って、でもう本当に C はもう融通が効かないというか、もうそもそも日本語というか言語が通じてないんですよね。で、もう分かりましたよと。じゃあ画像をお願いしますよと。もうこれ本当はね、多分内心ブチ切れですけど、まあお願いする、お願いしますって、もう頼むよっていうふうに言ったのに、一切返事がね、なかったんですね。散々、まあ、フライヤーがない。まあ、つまり、向こう側の主張としては画像がないと、イベントの予約は完了しませんというか、イベント開けないですよって突っぱねられたわけですね。だから、まあそう、いろいろ言ったのに、提出したりとか、再提出したのに、それも全部ダメ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 って言って断られて、まあじゃあ最終的に、じゃあもう、イベントを主催する人ごとを変えちゃって、じゃあ僕がやるよっていうふうになった。なら、まあそれはいいんだけど、画像、フライヤーを用意しといてくれ、送ってくれっていうふうに、まあ、B は言ったんですね。それに対して C は全く、まあ、応じないというか、全く画像をね、送りませんでした。まあ、それでね、もう B はもう怒っちゃって、
イベントを主催するっていう予定だって1週間前にもう LINE ブロックしちゃったみたいならしいんですけど、そしたらもうイベント当日になって C が Twitter で騒ぎ出して、なんかイベントをやるって言った人が来てませんみたいな、なんか困るんですけどみたいな。で、まあ B からしたら、まあ逆に、もう何言ってんだって話ですよね。その画像、フライヤーを用意してくれたらやるよって話なのに、向こうがね、フライヤーを用意するっていう風に、話の流れになってるのにもかかわらず、まあ一切それを用意してない。で、それでバーガーね、一応イベントはなんか別の人に代わってもらったみたいなんですけど、そしたら、まあこうやって、ペイペイで突然、10万円の請求が来たと。でも当然辞退したんですけど、しかも1日程度のキャンセル料と、これだけでも本当にこちらって言い方変ですけど、舐めてるんですよね。イベンターに対するなんだろう、まあすごいもてなせとまでは言わないけど、そのちゃんとしっかりと対話するとかコミュニケーションを取るみたいな、そういうね姿勢が全くなってないんですね。とんでもないですよね。突然ですよ、突然。本当にこういうのがルールとしてあるんだったら、もう、なんでしょう、フライヤーの時点で、イベントやるかやらないか決め、ってか、そもそもフライヤーで突っぱねられてるんだから、イベントの予約できてないはずじゃないですか。それなのになんか予約してることになってるし、もうめちゃくちゃなんですね。で、これって、まあ、このバーの一応責任者って言ってく、責任取る気全くないじゃないですか。だからこの人は、もともとこの人が一人独立して、バーを始めたっていうよりも、まあ、その界隈の重鎮みたいな方がいて、その重鎮の方の持ってる店舗でこの方が責任者になったみたいな、支店長みたいな感じなんですね。まあ、なので、まあ、今回のトラブル、まあ、本当にその10万円をあの、ね、支払うまで、なんて言うんでしょう、ごね続けるのかもしれないんですけど、まあ、いずれにせよ、まああのね、責任を取る人が必要なわけじゃないですか。で今回責任者っていう立場にある C さんは、それをなんて責任を完全に放棄してひたすら10万円請求し続けていると。この10万円は、まあ、先ほどもね、マニュアルで見させていただいたんですけど、あ、失礼しました。あの、キャンセル料の方見せてなかったです。キャンセル料は、こういうふうに、当日だと10万って、まあ、これもすごいちょっと変な話なんですけど、で、2週間前1万円になってるんで、でそもそもでも、今回ってそのイベントを予約がもう成立してないっていうふうに判定でしていいと思うんですね。だからそもそもフライヤーがあって言って向こうの事情で突っぱねてる、まあ、こちらがイベントやりたいって予約してるのに、まあ、向こうが、まあ、フライヤーがダメですって、そのそういう向こうの事情で突っぱねてるので、そもそも予約が成立してないのにもかかわらず、まあ、予約してることになってるし、でそのもう完全に、まあ、向こうが悪いんですね。こちらのなんて言うんでしょう、 A さん B さんの過失はあるのかもしれないけど、でもほとんどは向こうの体制がずさんというか、で仮にもう本当に最初ら辺の段階で予約しちゃってて、話がもう始まったらあたりでもう枠を取っちゃってて、それでキャンセルするしかないって言ったら、僕だったらこの2週間前の1万円、せめて10万じゃなくてこう1万円の話に収めますよ。2週間前1万円になるんだから、まあこれより前はどうなのかちょっと分かんないですけど、あのじゃあその1万円の段階でじゃあどうするのか、イベントやるのかやらないのかとか、どの人、そのイベントやるなら A さんなのか B さんなのかとか、じゃあフライヤーどうするのかとか、それを決めてとかないと、ほんまぐちゃぐちゃになるじゃないですか。で、それで、まあ、B さんも A さんも行かなかったと。まあ、A さんは、まあ、その B さんがやるっていうふうに、まあ、さっき LINE のふうにやり取りになってるから、まあ、自分関係ないっていうふうに思ってるし、まあ、B さんは全くフライヤーが届いてなくて LINE ブロックしてるから、まあ、行かないって。で、それになったら今度 C さんが騒いだと。でもなんかその、当日ね、そういうこと言うんじゃなくて、ちゃんとその、この1万円の時点でも止めないといけないし、この、そもそもこの1万円の、まず、その、なんて言うでしょう、1万円発生する以前に、そもそも予約がちょっとしてるって言えないでしょ、みたいなところがあるから、そんな、その、ちょっとやりたいって言った時点で簡単に予約が成立して、それで、やっぱでもなしにするって言ってさ、1万円ってさ、そんなビジネスありますって感じするし、その仮にじゃあそういうビジネスなんだら、もう向こうがさ、こっちがやっぱやめたってなんないようにこう引き止めるというか、必死になんかするべきじゃない。今回だったらフライヤーは、僕だったらまあキャンバーとかわかんない画像編集ソフト使ってもう1分とかで終わりますよ、もう適当にそのアウトの部分で黒塗りしちゃえばいいし、
まあなんかその女性の顔がこれはダメだって言ったら加工アプリで加工すればいいじゃないですか。まあ、それも失礼な話だけどね。本当に失礼な話だけど、それもすぐ終わる話じゃないですか。それやんないで、なんか、ああだこうだ。で、ごねて、このフライヤーのこの画像ダメだって言って。で、それで今度はキャンセルを請求するっていう。とんでもない。まあ先ほども言ったんですけど、まあ、この人は責任者って言いながらも支店長みたいなもんなんで、まあ、あの、ドンがいるんですね。まあ、ドンが、に、もしね、この問題バレちゃったら、まあ、どうなるのかっていう、めちゃくちゃ怒りそうですけど、はい。まあ、ちょっとね、こういうね、オフ会とかなんかイベントとかって、すごいなんか、響きいいじゃないですか。実際楽しそうじゃないですか。でもこういうね、トラブルみたいな、まあ、ずさんな体制のところで、まあ、整形とかもそうですよね。まあ、なんでもそうですけど、まあ、整形もなんか安いような、ところでやるとすごい変な出来にされるじゃないけど、まあ、こうイベントもせっかくこう時間もリソースも使って楽しくやろうっていう風な、そういうそのなんていうんでしょう、そのイベントなのに関わらずこういうね体制がずさんなところに、まあそのオフ会を開催を委ねるではないけど、まあ、関わってしまうと、まあ、すごいその誰も得しないというか、もうみんなその結局 A さんはね、イベントできなかったわけですし、うん、で、あとはね、こう途中に話したんですけど、結構ね、まあ、どの店もそうではないと思うんですけど、人数がたくさん集めない限り、まあ、要は売り上げがすごい高くつかない限り、かなり持ってかれるっていうことがあるので、まあ、正直レンタルスペースとか借りたりとか、あとカラオケでやるとか、そっちの方がね、確実にコスパは良さそうだと思います。まあ、今回のね、この、関わったバーに関してもすごいインフルエンサーみたいな人来てたんで、まあそういうなんか100人とか200人とか集めるような人がやるんだったらいいかもしれないんですけど、まあなんか50人とか、50人はいいのかな、わかんないけど、10人ぐらい、とりあえず10人ぐらいは用意できるけどみたいな人だと、まあなかなかね、売上が10万いくっていうのは、売上ね、20万以上いくっていうのはかなり厳しいので、まあ仮にね、いたとしても半分取られちゃうので、まあやっぱこういうのはね、簡単に、なんていうんでしょう、気軽に手を出してはいけないようなものなのかなっていうふうには思います。という感じで、まあなんか、いつも通りね、ぐだぐだ、だらだら話してしまったんですけど、まあ、皆さんもね、こういったトラブル気をつけていただきたいと思いますし、まあ、C さんにはね、今後こういったことを起こさないように、まあでも無理なのかな、まあ、そういうのにね、反省というか気をつけていただきたいなっていうふうに思います。って感じで、お疲れ様でした。ではまた。